物忘れが増えていますが認知症でしょうか。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は質問いただきました。純金 R さん、50歳女性、最近物忘れをします。主治医の先生に相談したところ、昨日何食べた等の質問に全部答えることができました。訪問看護師さんにも調べてもらって、引き算を2問だけ間違えてしまいました。大丈夫だと言ってくださいました。豚腹を飲んでいたのでぼーっとしていたのも関係ありますか、教えてください。物忘れですね。最近物忘れがひどくなってきているとか、人の名前が思い出せないとか、あれとかそれとかが多くなってきているとか、まあそういうのっていうのは50歳超えたり60歳を超えたりすると増えてくるということがあると思うんですけど、大体物忘れが増えてくると多くの人は認知症になったんじゃないかというふうに考えると思いますけど、物忘れというか専門用語でいうと記名力障害っていうんですけど、記名力障害は別に認知症だけの症状ではございません。例えば鬱病なんかでも出てきます。ですから50歳の場合で物忘れが多いとかミスが多いとか、そういうことになってくると認知症なんかよりもむしろ鬱的なものを疑うということもありますね。あと普通の人でもですね、やっぱりちょっと疲れが溜まってる、睡眠時間が足りないとか仕事が忙しいとかいうことでちょっと疲れが溜まってくるとですね、これはもううっかりミスや物忘れや約束の時間をうっかり忘れてしまったとか、そういう認知症に非常に似た症状っていうのが出てくるんです。ですから、認知症のような症状が出た場合、必ずしも認知症だとは限らないですけども、放置しとくのもまた心配ですので、この方のように専門の先生に見てもらうというのは非常にいいことだと思います。検査すると認知症かどうかっていうのは、大体1回の診察あるいは頭の断層写真 MRI の写真を撮ったりして、そういったことも含めて 1,2 回の診察で大体わかるということがあります。あと最近話題になっているのが、テレビドラマでも取り上げられた MCI 軽度認知機能障害っていうのがあります。これは認知症の一歩手前の状態ですね。認知症まで行ってないんですけど、その前段階の状態で軽い物忘れ等の記名力障害を呈するというものが軽度認知機能障害と言われるものなんですけども、これのようなところは認知症まで行ってしまうとなかなか元に戻す、あるいは進行を食い止めるってことが非常に難しい状態になりますけど、軽度認知機能障害 MCI の状態であればですね、元に戻るっていうのが最近の精神医学の考え方です。その時一番重要なのは運動ですね。運動療法っていうのが一番効果があるというふうに言われていますので、あるいはうつ病なんかでも運動療法っていうのが効果があると言われてますし、実際認知症になった場合アルツハイマー病の患者さんにとっても運動すると認知機能が改善するということも言われてますから、物忘れを自覚するような状態になった時にすべきことっていうのは運動なんですね。実際そういう人って運動不足の人が多くて、定期的にジムに通っているような人で物忘れが最近ひどくなったという人はあんまりいないんですね。運動することで脳が活性化する、脳が生き生きとする状態に持っていくことができますので、物忘れや何かミスが多いといった症状を自覚する人は今まで以上にしっかりとこう運動をしてですね、体を整え、そして脳を整えていく、その老化に対する備えということの一つとして運動ということがあります。つまり運動しないと老化がどんどん進んでいくということですね。体の老化も進んでいくし、脳の老化も進んでいくという、そういうふうに考えられますので、この認知症じゃないかというふうに心配する以前にですね、この運動をして脳をしっかりとしゃっくりとさせていくということが一番重要なことだと思いますので、最近なんか物忘れが増えてきたなという人はたくさんいると思いますので、ぜひ実行していただきたいなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。